ニュースをお伝えします。年度会社団の追悼の日にちなみ、党中央委員会と最高人民会議常任委員会、内閣、部落機関の人たちが豊洲山太陽宮殿を訪れました。偉大な金日成主席と偉大な金正恩国防委員長の人心像の前には、敬愛する金正恩総書記からの花冠が捧げられていました。朝鮮労働党中央委員会と朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会、朝鮮民主主義人民共和国内閣委員の花冠をこれらの機関の人たちが捧げました。朝鮮人民軍名義の花冠を武力機関の人たちが捧げました。一度金日成主席と金正日国防委員長の人心像に崇高の敬意を表しました。そして金正日国防委員長が生前の姿で安置されているホールを訪れ、国防委員長がいつまでも人民の心の中に生きることを祈って深々とお辞儀をしました。偉大な金正恩国防委員長の逝去11周年にちなみ、勤労者と人民軍軍人、青少年が各地にある偉大な金日成主席と金正恩国防委員長の銅像と太陽のように明るく微笑む主席と国防委員長を描いたモザイク画に献花しました。万世の丘の主席と国防委員長の銅像に、党と政権、武力機関、大衆団体、各省、中央機関、朝鮮人民軍と社会安全軍の各部隊、平壌市内の各機関、工場、企業、学校などの名義の花冠が捧げられました。反帝民族民主新選平壌支部代表と支部のメンバーが花束を捧げました。一度、不正室の偉人たちの銅像に心からの敬意を表しました。勤労者と人民軍軍人、青少年は、平壌の各所と各地にある金日成主席と金正日国防委員長の銅像と太陽のように明るく微笑む主席と国防委員長を描いたモザイク画に崇高な敬意を表しました。万世の丘の偉大な金日成主席と偉大な金正日国防委員長の銅像に、国防委員長の逝去11周年にちなみ、17日、ベトナムとラオスの中朝外交代表と大使館員が花冠を捧げました。一度、主席と国防委員長の銅像に花冠を捧げ、敬意を表しました。一方、この日、主席と国防委員長の銅像に、中国の春世世界権利諮問北京会社のロー・ヨンチョル社長名義の花冠が捧げられました。偉大な金正日国防委員長の逝去11周年にちなみ、金正日国防委員長への限りない敬語の念が国中にあふれました。民族一番の追悼の日に際して、偉大な金日成主席と金正日国防委員長が生前の姿で安置されている土の最高聖地であるクムス山太陽宮殿の広場を訪れた人民と人民軍軍人、青少年は、太陽のように明るく微笑む金日成主席と金正日国防委員長の写真に心からの敬意を表しました。各地の勤労者と人民軍軍人、青年学生は、職場と平和、家庭で金正日国防委員長の偉大さと気高い品格を見せる記録映画を視聴し、移民移転、人民を天のごとくみなすことを座右の銘とし、人民のためのメッシ奉仕の現地指導を続けた金正日国防委員長の不滅の業績を熱く思い起こしました。平安北道とハムギョン南道をはじめ各地でも、金正恩国防委員長の尊い生涯と不滅の業績、原則を語る集いと誓いの表明などがありました。偉大な金正恩国防委員長の逝去11周年にちなみ、カンボジア王国のノロドモシアヌニ国王とノロドモノニゲットシアヌック大王妃が15日カンボジア駐在朝鮮大使館に大きな花冠を送りました。太陽のように明るく微笑む偉大な金日成主席と金正日国防委員長の写真に花冠が捧げられました。以上でこの時間のニュースを終わります。アントニーがお伝えしました。
こちらは朝鮮の声放送です。愛国主義の真意を教える朝鮮人民学問題と歌の中には、朝鮮人民2001年に出たこの地の詩人は語るこの歌もあります。人民大衆中心の朝鮮式社会主義のもとに暮らす誇りが脈打ち、社会主義を固く守る誓いで胸を燃やせる歌です。この歌に込められた愛国主義の思想をさらに浮き彫りにする契機がありました。1901年、2012年6月のある日、敬愛する金正恩総書記は以前の歌をアレンジしてリバイバルすることについて教えました。そしてこの地の主人は語るこの歌がない。この歌には人民軍軍人と労働者農民科学者がなぜ我が社会主義を守るかについての内容が込められていると言いました。総書記は歌詞にもあるように愛国主義は思想な概念でない。この国の一本の木と草、一つの小石も大切にして愛するのがまさに愛国主義だとし、愛国主義が決してスローガンにとどまってはならないと強調しました。実に愛国の真の意味を教える言葉でした。今の朝鮮人民はこの地の主人は語るこの歌を国を守る意志を込めて熱唱し、社会主義の勝利の道を生き花と考えます。愛国主義の真意を教える、高大師とお話ししました。大なる信頼、祖先の青年は生涯の一番尊い時代である青春時代に、国のため最も困難で骨の折れるところに一番先に行くのを誇りに、当然の本軍にいなしています。敬愛する金正恩総書記はこのような思想精神の品格と美風は真珠や宝石にも比べられない貴重なものだと青年を高く評価しています。1904年、2015年5月のある日、総書記は第2回全国を青年美風先駆者大会の参加者とともに記念写真を撮るため忙しい時間を割きました。撮影現場に出た総書記を仰ぎ、大会の参加者は声を限りに万歳を叫びました。その青年たちを見て総書記は、こうした道は丸に見えるものだ、立派と平安のようだ、歓呼の声を上げる青年たちの姿を見ると、洗顔バンバを得たように力が湧いてくると言いました。1ヶ月前、青年たちが受け持っている発電所の建設現場を訪れた時にも、青年たちの燃える球場の思いを伺うことができた。私は洗顔バンバを得たような気持ちだ。青年たちと一緒に汗を流して大自然との戦いを繰り広げたいと言った総書記でした。その年の10月10日、朝鮮労働党の70年の歴史を総括して金正恩総書記は、朝鮮革命が今日まで停滞し足踏みすることなく躍動する正気と活力にあふれて力強く前進しているのは、党に従ってまっしぐらに進んでいる戦軍万馬のような鋼鉄の青年の態度があるからだと言いました。戦軍万馬のような鋼鉄の青年の態度、昔から戦軍万馬を得れば天下を得て太平を求めると伝えられてきました。まさにこの呼び名には祖先の青年への金正恩総書記の大きな信頼が込められています。信頼、高大してお話ししました。